にちは、シエルです。私、海外ドラマがものすごく大好きで、自宅にシアタールームを作ったので、今日はそちらの動画を撮っていきたいと思います。ちなみにシアタールームは防音の部屋になっています。扉が結構重いです。よいしょ。はい、こちらが私のシアタールームです。こちらの DVD コレクションはマイツタヤと呼んでいます。ずらーっと並んでいて、ソファーを挟んで、こちら側にもずらーっと海外ドラマ DVD が並んでいます。こちらはソニーのテレビで、スピーカーが内蔵されているものです。私、身長153センチなんですけど、ちょうど寝っ転がると同じぐらいのサイズ感です。ちなみにこちらの DVD コレクションは4000本あります。で、まあ、有名どころだとここら辺。はい。24 Complete Prison Break Breaking Bad Glee。 ちなみにさ、Glee のシーズン3が行方不明なんだよね。どこ行ったんだろう。実家かな。ずっとないんだよね、Glee のシーズン3だけ。ビッグバンセオリー、ウォーキングデッド。医療ドラマだと、ER 緊急救命室。グレイズアナトミー。テレビの横にもあります。こちら結構過去の名作かな。ナイトライダーが始まり、アルフがあったり、コロンボ、X ファイル、名探偵モンク、フルハウスとフレンズ。人気だよね。ガールズドラマで言うと、デスパレートな妻たち、プリティリトルライアーズ、セックス&ザシティ、L の世界。ワントリーヒル、ニキータ、ゴシップガール、フリンジ、スーツ、ホワイトカラー、クリミナルマインド。王道で言うと上にあるのがロスト。で、あと隣にヒーローズ。あと、メンタリスト。ちょっとマニアックなんだけど、アメリカンホラーストーリーとか、ファーゴ、ベイツモーテル、ハワイ50。あと結構人気なのは、まあ、ブラックリスト。はい、あと忘れてはいけません、ゲームオブスローンズ、ホームランド。名作でいうとこちらの奥様は魔女。この DVD を集めるのは相当大変でした。まあ、ちょっとマニアックなところでいくと、ザ・ユニット、その24の大統領のね方ね。私大好き、スパルタカス、レバレッジ、シャーロックも人気ですね。で、まあ、アンダーザドーム隣にあったり、私が海外ドラマにハマるきっかけになったバーンノーチス、元スパイの逆襲。これは本当に最高なシリーズでしたね。ヴァンパイアダイアリーズ。ちなみにここの部屋は防音ルームなので、まあ、音も気にせず海外ドラマが楽しめるからいいなと思って、まあ、こういうお部屋を作ったんですけど、まあ、完全に趣味部屋ですね。そもそもなぜこんなに DVD を集めたかというと、まあ、私海外ドラマがすごい好きになってから、結構ツタヤにね DVD を借りに行ったりしてて、でこう DVD がバーって並んでるところにいるのが本当に幸せで、もうこうなったら家にツタヤを作っちゃおうと思って、でそれでね海外ドラマの DVD を買うようになったんですけども、1日ね10話ぐらい見ていて、で年間でね3000話ぐらいを見るという、そんな生活をね何年もしてたんだけど、本当に海外ドラマが面白すぎてがっつりハマり、とある海外ドラマ評論家さんがね、私のツイッターを見てね、海外ドラマ狂がいるって言ってね、海外ドラマ好きすぎて狂ってるやついるみたいな感じでね言ってくれてたりするんですけども、でそんな感じでこのねマイツタヤを作ってから、海外ドラマのねお仕事もさせてもらえるようになったりして、で雑誌でおすすめ海外ドラマを紹介させてもらったり、あと番組でもね海外ドラマコメンテーターをさせてもらったり、あとは来日スターのインタビューなどもしていたり、このツタヤをね作り始めてから様々な経験をさせてもらいました。動画配信サービスとか Netflix、Hulu、Amazon プライムとかどん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 人気になってきてるので、海外ドラマが好きな人も増えてきてると思うんですけども、これから海外ドラマを見たいんだけれども、ちょっと何から始めていいかわからないっていう方も多いと思うんですよ。なので、そんなね皆さんにもいろいろ海外ドラマ情報をお伝えしていきたいなと思っていて、海外ドラマを見る最初の一歩のこの壁っていうのが、多分海外ドラマイコール長いだと思うんですよ。24、24はある、長い、
ちょっと見るのに勇気いるみたいな感じだと思うんだけど、最近のドラマって10話ぐらい、10話前後の短めのシリーズ結構出てきてるんですね。特にあのネット配信サービス、ネットフリックスオリジナルとかだと一作品で4話とか5話しかない作品もあったりとかするので、なので入り口結構入りやすくなってます。あとは海外ドラマ1話1時間っていうのもあるんだけれども、20分ドラマもあるし30分ぐらいのも最近あったりとかして、仕事の合間とか、あとはこう移動時間にねサクッと見れる作品も結構いっぱいあるんですよ。そうそう、なのでね、結構海外ドラマの入り口がいろいろ広がってきてるなって思ってるので、そんな作品も含めて私の方でね紹介できたらななんて思ってるので、まあ、今どっぷり海外ドラマハマってる人はもちろん、海外ドラマこれから見たいなと思ってる方もよかったらね、このシールチャンネルで気になる作品があったらぜひ見てもらいたいななんて思っています。こんなジャンルでおすすめありますかとか、あと例えば24とプリズンブレイク見たんですけど他におすすめありますかとか言ってもらえれば、そのデータを分析してきっとこれハマるだろうなと思うのをちょっとお伝えできるかななんても思っているので、はい、ぜひぜひそんなコメントもお待ちしてます。海外ドラマの話するとすごい長くなってね、ちょっと申し訳ないんですけど、ゲームオブスローンズが最近最終章を迎えて、本当にその最終章で私ドッカーン来て、すごいもうオープニングのテーマ曲聞くだけで泣けちゃうぐらい本当にすごいドラマに出会ったなって感動したんですよ。アメリカのドラマの歴史を変えたぞぐらいのかなりの傑作シリーズで、そもそもゲームオブスローンズ自体って海外ドラマのマニアとか海外ドラマ好きですら挫折しちゃうって言われてたドラマだったから、私初心者の人にあんまりおすすめしてこなかったんですけど、ファイナルまで見て、いやこれはあの全人類が見るべきだと思ったの。そうだから今ねゲームオブスローンズがいいですよって、ね、会う人会う人にゲームオブスローンズの魅力を伝えてるんだけれども、子供も大人も男も女も怪物もみんな関係なくマジで本気で戦うみたいな、みんなそれぞれの生き方があって、悪役とかもめちゃくちゃ出てくるんだけど、でもそれでもその人なりの正義というかそういうのがあったりとか、もう本当に感動するんですよ。なのでゲームオブスローンズはね見てほしいけど、やっぱり初心者の人には結構最初はきついと思うんです。登場人物が多い、過激な描写が多い、あとダークファンタジーなので、私結構ファンタジー系苦手で非現実的すぎるとあんまり入り込めないんですよ。そうなんだけど人間ドラマとしての描写がすごくうまく描かれてるので、これはぜひ見てほしいなって私は思うんですけども、ただまあそれ一番最初に見て最初3話ぐらい見て挫折しちゃうっていう可能性もなくもないので、やっぱり最初はコメディドラマとか、今だったらネットフリックスのブラックミラーっていうシリーズがあって、ネットフリックス版世にも奇妙な物語って言われてるんだけど、近未来 SF みたいな感じでテーマが結構斬新なのと、あとは近い未来、技術テクノロジーが発展した時に起こりうるようなテーマで描いていたりするので、すごくおすすめです。1話ごとの短編映画みたいな感じだから、続きが気になるってよりは1話見ればスッキリする、スッキリするって言ってもね、ハッピーエンドとは限らないぞっていうところも、まあ、また面白いところなんですけど、うん、そういうものから始めるのも良いのかななんて思います。あとは個人的にねビッグバンセオリーっていうコメディドラマがあるんですけど、一応まあねその物語として登場人物の成長が描かれてるんだけれども、1話20分で終わるから、それもそれで、まあ、見やすくて、天才物理学者のオタクが恋をするっていうね、そんなドラマなんですけど、あの漫画とかゲームとか、まあ、アメコミヒーロー好きで身近にいたら友達になりたくないなみたいな感じなんだけれども、愛されキャラクターとして描かれていて、で見れば見るほど、まあ、ハッピーになるドラマなので、そのあたりから見始めるのも良いかななんて思います。ちょっとマジで話長くて申し訳ないんですけど、今アメリカではピーク TV と呼ばれていて、年間新作が500本誕生してるって言われてるんですね。ということは1年で365日だから、あの1日1つの作品、例えば10話とか見ても見終わらないぐらいの数、相当な数のドラマが日々生まれてるんですよ。誰も全ドラマを見ることはできないんですね。私はマイツタヤを作り始めた時に日本に上陸するドラマは全部見れると思ったんですよ。それぐらい意気込んで1日10話見てたんだけど、もう全部見れないので、こうなってくるとやっぱりいかに面白い作品をみんなに伝えていけるかなのかななんて思うので、一応今のところ私300タイトルぐらいは見てきてるので、その中からもおすすめも紹介しつつ、新作見たら
あのアラサー女子にはこれがおすすめよみたいな感じでお伝えしていきたいななんて思います。ちなみに私は最初アクション、サスペンス、あと結構ダーク系なホラーが好きで、そういうものにハマりの2年前ぐらいはちょっとメンタル病んでて、コメディしか見たくないっていう時期があって、で今はまあいろいろまたあらゆるシリーズ見てるっていう感じで、結構なね、精神状態でもね、こう見たい作品とか、あとハマる作品って違うんですよね。あと年齢、あのリーガルドラマ、法律ドラマとコメディのアリーマイラブっていうドラマがあるんですけど、それ私20代前半で見た時にうーんっていう感じだったんですけど、まあまあ面白いかなぐらいな感じで、25を超えてから見たらめちゃくちゃハマったんだよね。だからやっぱ年齢とかによってもハマる作品って違ったりするので、いろいろジャンル別とか、あと世代別にもおすすめしていきたいななんて思っています。はい、ということで今日はマイツタヤからお届けしました。この動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。海外ドラマの質問は随時受け付けているので、よかったらコメント欄に書いてください。今日も動画見てくれてありがとうございました。